はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カルチャービットは始めていきたいと思います。さてですね、今回ですが、なんだろう、この GL って、これですね、アジアチャレンジトロフィーのことをですね、一説、ミルザガゼミってどんなチームだ？そんなに強いチームじゃない。疲れてますしね。まあもちろん、全部勝つことを目的としたいと思いますので、そちらでやっていきたいと思います。なので、ベストのメンバーを出します。この試合だよな。対ミルザ。怪我してますからね、人が。ユキを入れて、リオをサブですね。このザンギャネっていうのが結構脅威ではあります。この辺かな。では試合を開始していきましょう。はい、試合開始。こちらですね、プリッキーヌスタジアムですね。ミルザカーセミ、向こうの方が勝率高いんですね。さあ、初めて見る構成 BGM ではあります。さあスタート。チャンス、くるみ。おっと、なんと、ゴールに嫌われた。チャンスを逃します。さあ、これをサヨがしっかり取っていきます。さあ、飛び込んでいくが、これは間に合わない。こちらはうまくいっちゃう。ボールの流れが相手の方がうまくいく流れ。さつきナイス。こちらボールをスローインです。ストボット緑、やかしてしまった。緑が確保。お、なんだこの、しかし、取られてしまった。課題をいただきます、おまけに。うまい、さつき。ナイスです。あ、うまいですね。省エネ戦法でいってます。こちらの方が、あやててボールを使ってしまう。あやか、うまい。マクドネルですね。さあ、これ縦に抜けて、さつきだが、チャンスを逃してしまう。逆に速攻が。さあ、ここだ。おー、出ましたね。さあ、みゆき、これは出ますね。一度相手は引きます。さあ取り返す。もうほとんど前半時間がないです。さあラストの攻撃になるでしょう。前半終了です。
さゆとさつきの落ちる落とる方を交換していきましょう。みおですね。さつきに変わってみよう。これで、後半開始していきましょう。さあ、残り20分、こう一進一退の攻防でしたが、あっと裏をかかれた。選手権を許してしまいます。手強いと言われちゃってますよね。ついに耐えきれなくなりました。硬いんですよね、結構ゴール前がなんやかんやで。しかも省エネ戦法使ってますからね。くるみ同点、すぐ同点、素晴らしい。さよのパスも見事でした。さあ残り12分、あーと越えられた。おー、ここを防ぎました。さあ残り5分ぐらい、結構溜まってますよね。ミオまだ元気だ。さあここは読まれました、ラミヒに。残りもうわずか、アディショナルタイムは1分です。試合終了、1対1引き分けです。これですよ、このアンラッキーから始まった。緑、これ決めてほしかった。早くも後半24分ですね。これはちょっと厳しかったか。そしてその隙を使います。ちょっとやっぱり味方も疲れてきたかな。それも原因かなと思います。裏をかかれました。でもね、やっぱり使い方がうまいですよね、ミルザの攻撃は。これですよ、くるみ。サヨがすぐ飛び込んできていい仕事しましたね。それにしっかり応えるくるみ、お見事です。というわけで1対1引き分けでした。課題は7つですね、いただいております。ということで4チームいますが、1位にならないとファイナルに進めない。なかなか決めきれないところ、甘さはやっぱり気にはなりますよね。プバン、メンソーレ那覇です。フラスコがすごい選手ですね、やっぱり。
そうね。スカウトできれば強いと思います。というわけで、次回瞑想レナハしっかり買っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価よろしければお願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。